トヨタ、ライズ、ダイハツ、ロッキーのハイブリッド車が出荷販売を停止ということで、こちらの内容をお伝えしていきます。ジャパンカーレスキュー就職したい企業第1位、ジャパンカーレスキュー広報部エリです。今日はトヨタ最新ニュースということでお話ししていきます。トヨタ、ライズ、ダイハツ、ロッキーのハイブリッド車が出荷販売を停止ということで、こちらの内容をお伝えしていきます。ポール側面衝突試験の認証手続き不正ということのようです。今回はそちらの情報を詳しく見ていきたいと思います。ジャパンカーレスキューでは車に関するいろいろな情報を投稿しておりますので、よかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速、トヨタ、ライズ、ダイハツ、ロッキーのハイブリッド車出荷販売を停止、この情報を見ていきます。以前、ジャパンカーレスキューでも別の動画で取り上げているんですが、ダイハツはタイやインドネシアなど海外向け4車種の側面衝突試験の認証申請で不正行為があったと記者会見を行っておりました。その際にですね、最初のダイハツによる会見では日本国内向けは直接関係ないと説明されていたんですけれども、なんと今回、国内向け販売のものでも、トヨタ、ライズ、ダイハツ、ロッキーのハイブリッド車で出荷販売停止という事態になっております。2023年5月19日、ダイハツは海外向け車両の側面衝突試験 UNR95 の認証申請で不正行為があったことを公表後、社内での点検を行う中で、新たにダイハツ、ロッキー、トヨタライズのハイブリッド車のポール側面衝突試験 UNR135 の認証手続きに不正があると明らかにしました。ダイハツロッキー、トヨタライズのハイブリッド車は2023年5月19日に出荷販売が停止されています。対象となるのはダイハツロッキー、ハイブリッド車が22,329台、トヨタライズが56,111台です。なお、2022年度の登録車販売ランキングでは、トヨタライズ、ガソリンエンジン車も含めた全モデルは71,24台、前年比 82.8% で10位にランクインしております。ダイハツロッキー、ガソリンエンジン車も含めた全モデルは22,022台、前年比 105% で29位です。時期の勢いは弱まってきたとはいえ、特にトヨタライズは登録車、コンパクト SUV の売れ筋モデルです。今回の不正は海外向け4車種とは、車種も内容も異なりますが、安全性に関わる衝突試験、認証申請での不正行為という共通点があります。ポール側面衝突試験 UNR135 は、電柱などとの側面衝突を模した試験で、2018年6月15日以降の新型車、認可取得車に適用されています。同試験は時速 32km、軽自動車は時速 26km、衝突角度75度で行われます。ポールの直径は 254mm。運転席に搭載された男性ダミーへの入力値、頭部、胸部、腹部などが一定値以下、ドアが外れない、衝突後の燃料漏れの量が一定値以下であることが要件になります。同試験では運転席、助手席両側の試験をする必要があり、当然ながら試験データの提出も必要になります。今回の不正では助手席側、左側は試験を実施し、運転席側は右側の車内試験データを提出するはずが、助手席左側のデータを提出となっていました。また、今後の対応は改めて発表するとしています。最近では、日野自動車のエンジン認証不正問題もあり、今後、トヨタグループの対応が問われることになります。ということで、ニュース出ておりました。最近の車では、いろいろな認証試験というのをクリアして販売されておりますが、そこで不正が行われてしまっていたということです。内容を見る限りですね、助手席側のデータを誤って提出したというよりは、意図的に提出されたんではないかなと推測されますけれども、今後は運転席側の車内試験データなども出てくるとは思いますけれども、ライズ人気のある車種なだけに残念なニュースとなってしまいました。ジャパンカーレスキューでは今後もトヨタに関する最新ニュース追いかけていきたいと思います。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。動画見てくれてお気に。